はようございます。なんかいつもこう土下座してるような体勢ですね。おはようございます。エアガンド、あ、これカメラこっちなんですよね。どうしても画面に向かってやっちゃうんですけど、カメラこっちなんですね。おはようございます。エア監督の白石浩二です。今日も腹筋ローラーをしながらおすすめ映画を、ご紹介したいと思います。よいしょ。でその前に、あれですね、あ、椅子がないわ。椅子軸法、いつもの椅子軸法をやります。合ってるかどうかわからないですけど、ちゃんと指導をね受けたことはないですが、そのうちねご指導もねぜひ受けたいんですけども、拳一つ分を足の間に開けて、よいしょ、座りまして、はい、この椅子ちょっと高いから、私足が短いんでね、かかとがちょっと浮きますけど、まずこれで立つと、脱力して、なんか腰の方を割とね先に上げてた感じだったと思うんですけど、はいと、これで整ったのではないかと。でいつものジャンプですね。ちなみにこれドンっていうからあれかな、YouTube やられてます、やわらぎ堂のね石森先生が愛機をねやって、こう身体操作のことを教えている方ですけども、こうなんかかかとをこうやって10回つけるといいんだというのもこう提唱されてまして、これとは別にゆっくりこう上げてゆっくりこう下げるだけでも体のねこう軸が整って、こうすごい、まあ、押されたりとかしてもこう後ろに下がりにくいとかね、そういうのがあるんですけど、まあ和らぎ堂の下森先生はこうやって10回こうやってトントンとかかとをやると、ちょっとドーンって言っちゃいますけど、はい、まあいろいろこうやればまあ整うんじゃないです。あとは本当は五道のね五道構えとかもちょっとやりたいんですけど、全然私覚えられてないので、そのうちやりますかね。ちょっと長いからね、こういうのに向いてるかどうかわかんないですけど、はい、じゃあ今日もやっていきましょう。よいしょ。で今日はね、あ、今日はねちょっとこう映像を全然見せないのでせめて DVD 持ったらなんかパッケージぐらいはこう見せるのがいいかなと思いまして、今日ご紹介するのはこちら、ラース・フォン・トリアー監督の、まあ、映画って言っていいのかな、日本ではその劇場でもね一部上映されてましたけども、映画って言っていいのか、本国では、テレビで放映されて、こんなものがテレビで放映されてたのかっていう凄まじい作品ですけども、まあ、キングダム、一応まあ映画として取り扱います。テレビ映画ってことでね。はい。ラース・フォン・トリアー監督のキングダム。これ私が、本当にラース・フォン・トリアー監督の最高傑作だと思ってます。途中で終わってるんですけど、最近、なんか続きを、作りますよっていうことを、ラース・フォン・トリアー監督が発表してたんですけども、まあ、その後ですね、まあ、彼によるね、パワハラな、役者さんへの扱いなどが、一応こう、その後だったかな、その前だったかな、ちょっと話題になりまして、まあ本当に作られるのかどうかわからないんですけども、まあこれすごくね、途中で終わってるんですけど、まあ、これはこれでいい終わり方なんじゃないかなと思ってるので、この、ラース・フォン・トリアー監督のキングダム、まあトリアー監督の、これ、ダメですね。これ置いてたら、無理だな。こんな感じかな。はい。邪魔だな。すいません。やっぱちょっと、避けますね。あ、こうしようか。これだけにし。はい。邪魔かな。邪魔かもしれないですね、これ。まあ、
ちょっと待って。キングダム、ある病院、大病院ですね。超巨大、マンモス病院を舞台にした、ホラーシリーズということになってます。非常に原始的な、撮影方法。まあ、ほとんど手持ちを使ってですね、もう、まあ、その後の、ラーソン・トリア監督にも顕著な、ジャンプカットも非常に多用してます。しかし、非常に劇画的な感じになる時もあって、特殊ですね。非常に特殊な映画です。で、全体がね、その、まあ、金色といいますか、この、ビジュアルにもありますけども、こういうその、オレンジ色、黄金色の色彩で、まあ、全編が、まあ、トリア監督好きなんでしょうけどね、全編こういう色で、映像が表現されてます。で、まあ、この病院の中にお医者さんとか、まあ、お医者さんの中での、まあ、なんていうのかな。まあ、パワーゲーム的な争いと、まあ、病院の中での、まあ、医療事故の、まあ、隠蔽とかですね。あとは、まあ、妙な実験みたいなことをやっていたりとかですね。まあ、変な組織が病院のお医者さんの中にあったりとか。あとはその、病人側ですね。病人側で、まあ、あるその、もう意識が失った状態で、朦朧とした状態でずっと、幽閉されるように、病院にいた症状が、の幽霊が見える。っていうことで、まあ、おばさんのね、お医者さんが、おばさんの患者さんが、その、正体というかね、謎をこう突き止めようとする。まあ、彼女は、ちょっと霊感があって、なんか、高齢会をしたりとかですね、そういうことをしたりして、というのがありつつ、まあ、非常にその、ブラックユーモアにも、溢れていて、もう途中は本当にドリフかなっていうぐらいの展開になっていくんですけども。で、これ特徴としてエピソードの終わりにですね、衝撃的なものが登場して、で、それをバンとカット終わってクローズアップにして、で、何なんだこれはって思わせて、そのエピソードを終えるという、まあ、手法が取られてるんですけども、これはおそらくビデオ版の、呪怨、清水崇監督の呪怨の各エピソードのラストが、まあ、似たようなね、手法で、ちょっと衝撃的なものをバーンと見せて、うわ怖いでも何なんだこれは何なんだで終わるっていう。あれはその、まあ、キングダムの影響を、まあ、受けてる、まあ、言われてることだろうとは思うんですけど、おそらく。キングダムの影響を受けてるんだろうなと思います。で、まあ、なんて言うんですかね。とにかくね、霊的なものがありながらも非常に生物的な感覚もあるというか、キングダムってものすごく形容しがたい、感触のあるホラー、まあ、ホラーコメディと言っていいのか。でも、コメディとは言い切れない、そういう残酷なこともあったりするんですけど。まあ、とにかくこのマンモス病院、小さな王国、キングダムの中で起こる、まあ、人間模様と、まあ、超常現象を描いて、まあ、とにかくこれはトリア監督の、なんていうんですかね、発想するがままに、思いつくままに撮っていった、もうどっちに、どこに転ぶかわからないっていう、内容で、まあ、そういう作品がね、私は好きなので、そういう、まあ、得体の知れない作品です。完結はしてませんし、これは非常に今高額で、DVD はもう廃盤なんで、非常に高額で購入するぐらいしか、配信でもやってないんでね、
見れる手段がないんですけども、まあ、見る機会があったらぜひね、見ていただきたいなと。レンタルとかではあるとこもあるかもしれません。はい。というわけで、なんか役者さんがね、登場してる役者さんが確かお亡くなりになってて、仕様の役者さんが。それで、ちょっと続編を作れないっていう感じにもなってたそうなんですけど、まあ、実際続編が作られるのかどうか。まあ、トリア監督がその、今後、作品を作れるのかどうかもちょっとね、わからないぐらいだとは思うんですけども、キングダムという作品は、まあ、私は非常に影響を受けて、まあ、当然その怖すぎっていうね、シリーズにも、繋がっている、その、なんていうんですかね、自由にどこにでも行っていいみたいな、その自由さがこのキングダムっていう作品にはあって、面白ければどこに行ってもいいじゃんっていう、そのなんか自由さという意味での影響を、まあ、高圧がすごく受けてて、で、まあ、キャラクターの面白さと、まあ、超常現象との、まあ、絡め方といいますかね、そこの感覚的な面白さですね。で、それが、まあ、キングダムにはすごくあって、まあ、これ、まあ、本当に、全部合わせて何時間あるんでしょうね。ディスク1128分、ディスク2142分、ディスク3135分、ディスク4147分。でですね、すさまじい、大長編なんですけど、私もね、実はこれ、短期間で通して見たことないんですよ。だから全体像、未だにちゃんとつかめてないんですけど、なかなかまあ、時間が取れずにね、そういう時間を、取れずに、ここまで来てしまいましたけども、まあ、キングダムという映画は、すごく、おすすめです。得体の知れない、なんだかよくわからない作品を見たい方はぜひ。で、もしかしたらね、ちょっと一本目とか、ちょっと、冗長とか、まあ、退屈な感じするかもしれないですけど、うなぎ登りに面白くなっていきますんで、ちょっと最初の方はね、雰囲気だけ楽しんで、ちょっとまあ、眠くなるかもしれないけど、ちょっとそこはこらえて先を見ていただければ、雰囲気はずっとすごくいいんでね、ものすごい、もう、ぐわーっていう、すさまじい面白さになっていくんで、こういうのもう知らないですね、他に。もうジャンルも不定型だし。という意味で、キングダムというわけで、すごく、おすすめな映画でございました。ではまたお会いしましょう。